町は市街地やその区画、小規模な都市やあるいは都市の一部の狭い区画について言うことが比較的多い。また、日本の基礎自治体の一種。町の読みは一般には町だが複合語や個別の町については町と読むものも多い。なお、日本以外の基礎自治体は規模によって細分されていないことも多く、細分されている場合でも日本とは 名称や基準が異なる。基礎自治体を参照。漢字、町は、本来は、農地などの境界を意味する漢字であり、市街の意味の、町は国訓である。和語である、町は、古語としては、宮中や邸宅などの区画を意味した。源氏物語などに用例が見られる。区画の意味から、市街地の中の道路で囲まれた区画、つまり、外区、ブロックを意味する。 あるいは漠然と、市街地や、その一角を意味する。この意味では、町と書くことが多い。町場とも言う。以上をめぐる経緯に関しては、町長由来に小説があるので参照のこと。地方自治法による、普通地方公共団体の一種。市、村と同格で、合わせて市町村という。町の名の、町は、町、または町と読み、町ごとにバラバラである。 東日本では、北海道と岩手県、宮城県、静岡県、山梨県を除き、町都市。西日本では、富山県、石川県と九州地方の福岡県、大分県、熊本県を除き、町とする傾向がある。その中でも、福岡県恩賀町や、北海道森町のように、同県内で一町だけ読みが違う事例もある。岩手県、宮城県では、町、 町のどちらも入り混じっている。そして、町の名を町と読む町では、町一字でも町と読み、町の名を町と読む町では、町一字でも町と読むことが多い。ただし、町民のような複合語は、読み方は一定である。住所や所在地を表記するのに使われる市区町村をさらに細分化した区画。市町の類。西新宿二丁目。 大館山町など、郊外の町は、かつては独立した市町村だったものも多い。この町についても、町と読むか、町と読むかは町によって異なる。ただし、和歌山市などでは、町と読む場合は、てと書き、町は必ず町と読む。日本の都市は、過去に都市が形成された位置に重複するように、現代都市が存在する。 歴史的重層性があることが特徴として知られている。小川拓司は歴史性に着目して、城下町、宿場町、門前町、鳥居前町、鉱山町、商工町、軍工町に分類した。歴史町を参照。町に古権を持つことで、町の土地の所有権を握り、町の自治を主導した階層を町人と呼ぶ。町に住む庶民の中で、 特別な役割を持つ者は、町という言葉が関して呼ばれた。具体的には、町飛び、町大工、町引けしなどの表現がある。ありがとうございます。